はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。よろしくお願いいたします。今回皆様にご紹介する作品はこちらでございます。村狩り。こちらの作品を一言でまとめますと、10万匹のイナゴが飛び交う超マニアックなフランスのホラー映画でございます。舞台はフランスの田舎町。シングルバザーのヴィルジニーというお母さんはイナゴの養殖で生計を立てていました。なんですけども、そのイナゴの養殖ですね、全くうまくいかないんですね。なぜ養殖がうまくいかないのか、イナゴちゃんたちに全く元気がなくてですね、全然卵を産んでくれないわけなんですよね。養殖で卵を産んでなきゃもう終わりでございます。そしてお母ちゃんは悩むわけでございますよ。どうすれば養殖がうまくいくのかな。あ、そうだ、イナゴたちに栄養がある食事を与えればもっと卵を産むかしれない産むかもしれないとですね、発想したわけなんですね。そしてお母ちゃんはですね、いろんな餌をイナゴに与えるんですが、どれもこれもですね、全部不発に終わるんですね。そんなお母ちゃんは自暴自棄になり、自分のイナゴの養殖場をですね、めちゃめちゃにします。その途中にですね、ほひょんなことから足をですね、もうバナナの皮みたいなのですってんころりになっちゃったんですね。そこで気絶をしてしまいました。そして目が覚めて 2,3 時間後、体からですね、いろんなところが傷だらけになって血だらけになっているんですけども、その血にですね、イナゴが群がっているんですよね。そのシーンはえげつないです。そこから数日後、イナゴちゃんたちがですね、めちゃめちゃ元気になってですね、卵めちゃめちゃ産んでるんですよね。その理由というのが人間の血液でございました。そこからお母ちゃんはイナゴを養殖するためにてんてんてんというのがですね、本作のストーリーになっております。ではネタバレなしの感想の方に入りたいと思います。本作はですね、フランス映画でございます。そしてホラー作品と言われるものなんですけども、ホラー作品にもいろんなジャンルがあるじゃないですか。実はこの作品サイコホラーになっております。そして本作はこのサイコホラーと虫をブレンドさせた異色の作品になっているんですね。先ほど僕言いました、サイコホラーだと僕は言いました。人間の怖さ、まあこれは後ほどご紹介したいと思うんですけども、その前にですね、やっぱり映像で訴えかけてくるホラー要素というものがあるわけなんですよ。それが今回ですね、フォーカスを当てたイナゴなんですよね。そしてイナゴというのはですね、大群で群がってですね、いろんなことをしていきます。その大群の中にこの主人公のお母ちゃんがですね、手を突っ込むシーンがあるんですよね。その手を突っ込むシーンがね、いかんせん気持ち悪い。そういったところをですね、ところどころで見せてくるっていうのがこの群がるっていう作品ですね。本作のサイコホラーというところはどういったところなのかというと、お母ちゃんが追い詰められていくんですね。このお母ちゃんシングルマザーということで、娘と息子2人いるんですけども、いかんせん仕事がうまくいかなくてですね、電気とかガスとか止められちゃったりするんですよね。挙句の果てに息子が修学旅行みたいなキャンピングに行きたいと言うんですけど、そのお金も払えないような、まあどん底にいるわけなんですよ。そういったお母ちゃんが家族を助けるため、そして自分の体を犠牲にする、精神的に追い込まれるっていうシーンをイナゴというですね、虫、昆虫に表して映像にしているんですね。どん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 虫ばばれていくお母ちゃんなんですけども、その隣にはいつもイナゴがいる。これがですね、やっぱりいいところなんじゃないかなと思います。作品といたしましては、本作はですね、めちゃめちゃスローテンポで物語が進んでいきます。どちらかというと、先ほどお伝えしたサイコホラーというジャンルに当たるので、お母ちゃんがですね、蝕まれていく映像というものを、まあどん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 追い詰めていく描写で映してるんですよね。ただそのお母ちゃんをですね、蝕んでいくような映像はほとんどない家族の淡々とした作品、まあ気ままなスローライフみたいのもですね、描かれているんで、めちゃめちゃね、テンポは良くないです。そしてラストはですね、やっぱりね、フランス映画なんですよ。でっていう感じの終わり方をします。はい、もうね、これはね、フランス映画をいつも見てて思うんですけど、にゃんかね、芸術チックに僕たちにですね、結末を委ねてくるんですよね。まあそういった終わり方になってます。なんで見た後ですね、なんか気持ち悪い、モヤモヤしてる作品やなーっていう気持ちはめちゃめちゃ残りました。なので本作をですね、まあ見た方がいいよっていう方は、
まあ虫系のなんか怖いもの見たさを見たい作品、そして人間というものが追い詰められて行う狂気っていうところをですね、見たい方おすすめなんじゃないでしょうか。ではここからですね、ネタバレありの方に入りたいと思います。こちらのプルートネットワークというチャンネルは映画のレビュー、そして映画の小ネタ情報を配信しているチャンネルでございます。もしよろしければですね、チャンネル登録チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では早速いってみましょう。ネタバレどうぞ。はい、ではですね、早速ここからネタバレありの方に入りたいと思います。まあこの作品ですね、目を覆いたくなるようなシーンが多々ありましたよね。この作品でやっぱり僕はですね、このお母ちゃんが手をですね、イナゴの大群の中に手を突っ込んでるシーンですよね。その後手を抜いた後、イナゴの足とかがですね、傷の中に入っていて、それをピンセットで取るシーン、これはね、生々しい痛さでございました。そしてもう一つ、やっぱり皆様はトラウマになるシーンでございますよ。それは何かというと、お母ちゃんがですね、下着姿になってですね、裸ほぼ全裸の状態でですね、養殖場のイナゴがいる中に耐えるっていうね、もうサウナなのかって思っちゃいましたよ。それを見た娘はね、もう絶対にトラウマですよ。皆様どうですか？自分のですね、お母ちゃんがですねイナゴの中にね、体を預けているところを見たらどう思います？そういったね、ところは見しちゃいけない。精神的に追い詰められていても。で、僕は言いたい。もうこの作品のラスト、もうなんやねんと。なんやねん、お前らイナゴは意思を持ってるんかいなと思っちゃった次第でございます。で、まずその前にですね、とあるですね、まあ犬を飼っていたおじいちゃんがですね、イナゴの養殖場に入っちゃって、そしてイナゴに殺されちゃった。まあそういったシーンありましたよね。で、その後に、まあ友達以上恋人未満のですね、男がですね、その養殖場に入って、ジーヤンが死んでるところを見て放火するっていうのがありましたけども、これね、急すぎるねって思いましたね。まああれは多分、おじいちゃんを殺したことを隠蔽しようと思った、多分ね、シングルマザーへの主人公への思いだったと思うんですけども、まあそのですね、友達以上恋人未満のですね、男もですね、イナゴの大群に殺されてしまって、あんだけよくしてくれたのに、あんだけよくにしてくれたのに主人公は何もしないっていうね、結末を迎えてます。そしてシーンが変わりですね、イナゴの大群が娘をですね、追っかけていくわけなんですけども、お前らさ、イナゴたち意識あるの？みたいなね、そういったところでございますね。まあそのイナゴを助け、イナゴからですね、娘を守るためにお母さんがですね、顔中に血を塗りたくってですね、私を食べてみたいな感じでやっておりましたけども、なんかね、あんなの絶対ないでしょうっていうところがありました。そしてこの作品ですね、娘と母親が抱き合ってエンディングを迎えるということなんですけども、まあね、いろいろ考えさせるところは全くない作品でございます。そして僕が思ったのが、なんで娘があんだけキリキリしているのかっていうことなんですよね。もちろん思春期だから、自分の母親がイナゴを養殖している、それでいじめられていたっていう原因はあると思うんですけど、僕が思ったのは、多分ね、この娘ね、お母ちゃんがイナゴに取られちゃったっていうのがね、一番嫌なことだったと思うんですよね。このお嬢ちゃん、娘なんですけども、どちらかというとお母さんのこと本当に好きなんですよ。まあお母さんがですね、このもう仕事を辞めようとか言った時とか、うん、分かったとか言ったり、お母ちゃんのことをとにかく思っているんですよね。ただそのお母ちゃんが私のことを見てくれないで、いつもイナゴの方を向いている、そういったところでプッチンしてしまったところ、まあそういったところではイナゴに嫉妬してしまった娘というのが描かれているっていうのも面白かったかなと思います。確か娘の名前ローラっていうんですけども、ローラの演技めちゃめちゃ良かったです。すんごいナチュラルな自然な演技だなと思いました。でね、あの本作の演じているキャストさん、みんなね、演技上手かった。主人公のシングルマザーの女性の方もめちゃめちゃ演技上手くて、他の役者さんとかがやったらこんなにナチュラルに演じられないと思うんですよ。途中で気狂った発狂したような演出とかになってしまったと思うんですけど、そこをですね、いい塩梅で後半の方まで持っていったなと思いました。以上、フルート向井でございました。皆様の映画メイムライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。